セクストゥス・ポンペイウスが描かれたコインセクストゥス・ポンペイウスは、共和制ローマ末期の軍人、政治家。第一回三島政治の一角であった、グナエウス・ポンペイウスと三番目の妻ムキアの次男、グナエウス・ポンペイウス・ミノルの弟。父の死後は、言動インパの重要人物として、ヒスパニアを拠点に、カエサルへの抵抗を続けた。紀元前48年、父が、 ファルサルスの戦いでカエサルに敗れ、アレクサンドリアに逃れて暗殺された後、カイロでヒスパニアへ逃れた。かつて父がセルトリウスの乱を鎮圧して以来ヒスパニアは、ポンペウス派の支持基盤となっていたからである。第1回三党政治でもガリア担当のカエサル、シリア担当のクラッススに対し、父はヒスパニア及びエジプト担当の、属州総督として派遣されることになっていた。 ヒスパニアには、カエサルの9年に及ぶマリア戦争で副将を務め、ファルサルスの戦いでは、ポンペイウス軍の騎兵を率いて戦った名将、ラビエヌスも逃れてきており、セクストスは兄で父と同盟の将ポンペイウスと共に、イベリア半島の県住民を味方につけて放棄した。初めのうち戦いは、ポンペイウス軍に有利に進み、カエサル派の軍勢を相次いで破った。 ポンペイウス派の勢力は一時は、イベリア半島全域に及んだが、カエサル自身がヒスパニアに到着すると形勢は逆転し、ムンダの戦いで兄とラビエヌスは戦死した。セクストゥスのみが生き残り大西洋沿岸部の山地へと逃れた。セクストゥスはカエサルが暗殺された後に、シチリアにて再び放棄したが、ナウロクス沖の海戦でカエサルの後継者、 オクタビアノスの副讐アグリッパ率いる海軍に破れ勢力を失った。紀元前35年、ミレトスで捕らえられ、処刑された。セクステゥスは、スクリボニアという女性と結婚し、名前不詳の娘を設けていたというが、それ以外にセクステゥスの家族のことは分かっていない。なお、妻スクリボニアの、チチルキウス・スクリボニウス・リボの姉妹が、後に、 初代ローマ皇帝となるアウグストゥスの二番目の妻にして、アウグストゥス唯一の実施代ユリアを設けた後に、離婚することになるスクリボニアである。ありがとうございます。